卒業おめでとう。今からちょうど30年前の1991年、ソ連が崩壊しました。その後の安全保障環境が激変する中で、自衛隊には次々と新しい任務が付与され、活動の幅は大きく広がりました。そして30年後、諸官が自衛隊の主要幹部になっている頃を想像してください。これまでにない課題や脅威が現れ、新たな任務が自衛隊に付与されているのではないかと思います。我が国防衛と国際社会の平和と安定は諸官の双肩にかかっています。諸官には強い意志を持って進んで新しいことに挑戦をして、将来の変化に適応してほしいと思います。